ダグル・シュグルドソンは、アイスランドのレイキャビーク出身の元ハンドボール選手、指導者、元アイスランド代表キャプテン。現在は、ハンドボール、日本男子代表の監督を務めている。アイスランドでは、レイキャビークのバルル・レイキャビークに所属、5度のリーグ優勝に貢献した。1996年、ドイツブッパータールにある当時2部リーグの LTV、ブッパータールに移籍、ポストバックとして1部リーグ昇格に貢献した。2000年から日本リーグの枠長製薬に移籍、全日本実業団選手権優勝に貢献した。一方、代表では、キャプテンとして100試合以上出場、1997年世界選手権5位、2002年欧州選手権4位、2004年アテネ五輪9位に貢献した。2003年からオーストリアブレゲンツの A1 ブレゲンツに選手兼任コーチとして在籍、数々の勝利に導いた。2007年からバルル・レイキャビークに戻り選手兼任監督として活躍。2008年3月からオーストリア代表監督と兼務した。2009年、ベルリンにあるドイツ一部、ピュクセベルリンの監督に就任。その後、2014年から3年間、ハンドボールドイツ男子代表監督を務める。2017年より、ハンドボール日本男子代表監督に就任した。ありがとうございます。